聴覚補充現象の説明図。健常耳では実際の音の大きさと感じる音の大きさは比例するが、補充現象用性耳では指揮位置より小さい音は聞こえないが、指揮位置を超えると急速に聞こえる音量の大きさが上昇する。補充現象陰性の難聴では変化の度合いは変わらない。死種テストあるいは死種検査とは聴力検査の一種で、 患者の難聴が内耳性の難聴であるかを検査するために行われる。メニエール病などの内耳性の感音性難聴では聴覚の補充現象が出ることが多い。聴覚の補充現象では敷地音量を超えると急速に聞こえる音の大きさの変化の割合が実際の音の大きさの変化の大きさより拡大して感じられる。このことを利用して敷地上 20dB の持続音を 被験者に聞かせ、その持続音を5秒に1回、200ミズ1デシベルだけ音量を強くする。健常耳では1デシベル程度のわずかな音の大きさの変化には気がつかないが、補充現象要請の耳だと位地上の音の実際の大きさの変化以上に、音の変化を強く感じるのでわずか1デシベルの音の大きさの変化も容易に感じることができる。 この5秒に200ミズだけ1デシベル音量を強くことを20回、あるいは100回程度繰り返し、音の大きさの変化に何回気がついたかを調べるのが、死死テストである。1デシベルの音の大きさの変化に気がついた割合が、健常お耳だと15%以下であるが、死死スコアが60%以上だと、補充現象陽性耳だと推定される。特に補充現象が顕著であるメニエール病では、 死スコアが90%以上を示すことが多い。難聴でも、中時の電音性難聴や超神経腫瘍などの5迷路の難聴では、補充現象は見られないので、補充現象要請を確認できれば、患者の疾患の原因が内耳にあることが推測することができる。死指テストでは、耳のどの部分に異常があるのかを推測することができるので、ある。ありがとうございます。